三田正吉12月12日から2006年1月25日は、日本の実業家、両邸、浜田屋の二代目、明治座の元代表取締役会長、元三田観光企業社長、三田昌三郎の弟、両邸浜田屋、明治座社長、三田義弘の父、富士テレビのアナウンサー、三田由里香の祖父、1910年、東京市日本橋区、 青物町に生まれる。父、五十三郎は、板前の職人で、日本橋の福井郎という料亭の料理長だった。正吉が生まれてから2年後の1912年に、父、五十三郎は、日本橋人形町の原野店跡地にて、料亭、浜田屋を創業した。子供の時はデパートに行くのが楽しみだった。1928年、慶応商工学校を卒業した。 1947年株式会社浜田家、代表取締役東京大空襲で消失した明治座の復興に関わり社長の新田新作の右腕として働く新田の死後1967年株式会社明治座代表取締役社長となる1974年日本演劇工業協会会長1977年東京食品 販売国民健康保険組合理事長。1984年社団法人日本、食品衛生協会理事長。1985年日本演劇、工業協会顧問。1993年株式会社、明治座代表取締役会長。1999年名誉都民に検証される。日本橋地域ルネッサンス100年、計画委員会会長となる。 2006年1月25日、心不全のため死去した、95歳。葬儀は28日、明治座、明治座グループ、浜田家により、築地本願寺で営まれ、参列者は5000人に及び、境内は、人で埋まった。葬儀委員長を務めた東京都知事の石原、慎太郎は挨拶で、演劇界、両院業界、政治の世界で果たしてきた足跡をたどるとともに、 日本橋で講演会を作っていただいたとして、その人徳に数形の念を明らかにした。仕事をする上での心情について、三田によると、一番大事なことは、商人は誠実でないとダメだということです。それにお客さんに親切でないと続きません。そして、社員の生活にまで目を通りして、社員を大切にしないといけません。それでなくては、 良い人は集まりませんし、店に長く履いてくれません。働いている人への思いやりが大切だと父に言われ、私も守ってきました。昔の人は、自分と一緒に働いている人への行き届いた、心配り、そういうものがあったのではないでしょうか。それが大切だと思いますという、1984年君に当水報奨受賞。ありがとうございます。